それぞれだけど、なんかあと今次の日になっちゃったなってなるよね。まあ最近テレビ見るもんないしね、昔は夜の12時過ぎとか1時までね、なんか見たりしとったけど、最近はゲームしたりとか、配信者を見たり、誰か配信者を見たり、リスナーになってコメントを書いたりするのが、ここ4、5年の、4年ぐらい前からのあれなんだけど、ルーティンなんだけど、まあ自分の YouTube の配信は、今年から主にやってたけど、他のアプリはね、2021年までやってたんだよね。で、YouTube は50人達成しないと配信できないことになってたから、ショート動画がさ、ヒットしたから、まだね、50人達成できて、配信できてるけども、なんかいろんな規定があるから大変よね、これってね、ほんとね。まあ、ショート動画があってよかったな。そしたら、さゆちゃんとか、他の、ね、リスナーさんが来てくれたりとか、よかったなと思う。こういう配信しないと出会うことないしね。まあ、前は他のね、アプリでも言ったやつ、まあ、ツイッターのツイキャスとか、あとは、ポコチャット、まあ、あと、ふわっちとね、何だったかな。まあ、そんな感じだったね。うん、ニコニコもやってたよね。だけど全然人気なかったけどね。ニコニコも暇な時よくやってたなと思う。ゲーム配信したりね。そうなんだ。月曜日とか言うは TVer で見て、そうなんだ。いいね。ドラマ見てんだね。うん。なんか面白いドラマとかあるのかな。恋愛ものとか。まあ恋愛ものだよね、ドラマって言えばね。昔は見てたんだけどね、私も相当昔だよ。もうかれこれ20年ぐらい前の話だ。あの時のドラマまだね、ちょっと内容あったんだけどね。青い鳥とかね、ああいうの見てたわ。手まで届けとかを見とったな、夏休みの頃は。さゆちゃんはまだ年齢が若いんかもしれないね。私は年だから、手まで届けてあって、マウンテンドクター、そんな見てんだろう。ちょっと怖い感じしない。医療関係のあれでしょう。ちょっと怖い感じするかもね。今の時代にとってはね。そうなんだ。昔はそういうドラマもあったよね。中村玉緒さんとか出てたやつでね。白い巨塔だったかな。そういうのあったね。まあちょっとあれ怖いかも、見たことないんだけど。昔はその僕の夏休みっていうね、ドラマがあって、1時半からあったんだよね。昼間の1時半で、夏休みの頃よく見てたね。あ、そうなんだ、一緒だね。あら、一緒だ。あ、そっか。じゃあちょっと似たような年齢かもしれないね。うん、私もそれぐらいの、そうだ、僕の夏休み見てたもんね。ちょうど SL に乗っててタイムスリップして、戦争時代にタイムスリップするね、ドラマなんだけど、あったね。手まで届け見て、大好き五つ子も見てたね。大好き五つ子を見て、1時から見て、で1時半からその僕の夏休みだったかな、そういうのを見てたね。一緒だね、手まで届けとかね、懐かしいよね。青い鳥も見てたし、そのグローブのワン、なんとかディスティニーだったかな、そういうドラマの主題歌だったんだけどね。あなたと死ねたらとか、そういう曲なんだけど、それは青い鳥だったと思うんだけど、主題歌だと思うんだけどね。手まれた時はさ、涙くんさよならってやったよね。さよなら涙くんってね、歌は出てるけどね。また会う日まで、懐かしいね。だけどね、君は僕のタタタンタタンってあったよね。うん、懐かしいね。大好き五つ子も見てて、で、大好き五つ子は2回やったかな、2シリーズだったかな、忘れたけどね。夏休みの旅に見てあったんで、そのちょっとね。途中からメンバー変わったけどね、ちょっとね、出てる方はね。あの時面白かったんだけどね、手間のお昼のドラマとかね。今は全然テレビ見なくなっちゃったけどね、テレビはどんどん見なくなっちゃったけど、あの時はまだ面白かったのかな、私の中では。